皆さんこんにちは、志摩ニュース&リポートです。雨を吹き飛ばすくらいの笑顔で大人も子供も思いっきり楽しみました。それではどうぞ。5月6日月曜日、アゴアリーナアゴふるさと公園でゴーアクションフェスを開催しました。このイベントはよく食べ、よく遊び、よく学ぶをテーマに、子どもたちに遊びながら運動やいろんなスポーツをしてもらい、体を動かすことの大切さや面白さを体感してもらいたいという思いから生まれたものです。イベントが始まると会場にはたくさんの人が訪れ、それぞれのブースを巡りながら楽しんでいる姿が見られました。体力測定コーナーでは30秒間その場で駆け足するスーパーダッシュや、ランダムに光るボタンをタッチする動体視力測定など、記録更新を目指して何度も列に並び直し、子どもから大人まで夢中になってチャレンジしていました。他にもバランスを取りながら橋を渡ったり、フリスビーを使ってポイントに投げ込むアトラクションなど、来場者の皆さんは楽しみながら体を動かしていました。出展ブースでは美味しいご飯を口いっぱいに頬張っている顔や、おもちゃに触れ合ったり絵を描いたりする真剣な顔、人力車に乗って生き生きとしている顔など、いろんな表情が見られました。そして DJ ブースではいろんなジャンルのアーティストが集まって芝生でライブを披露し、会場の雰囲気を盛り上げていました。大盛況で幕を閉じたゴーアクションフェスは2023年から春・秋と開催しており、今回で3回目です。次回は今年の秋に開催予定です。楽しみに。